算数問題、思わず間違える計算問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の計算をしてください。では解説をします。数字の配置に惑わされて上のようにしてしまうことや、0÷4 が計算できないことで解なしとする誤答があるようです。本来はその 0÷4 から計算しますが、0を割ると小は0であり、0で割ると解なしになります。よって4が正解となります。おまけ問題です。このような直角三角形 ABC において角 A を2個分と角 E を3個分合わせると何度になりますか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。